ワイプで篠原涼子ちゃんが、平平くんこういうのやってるんだ。絶賛していただける声は何度聞いても嬉しいしありがたいよね、ハート。平野翔神宮寺勇太、そしてガ優太。彼らの名前は、日本のエンターテイメント業界においてはすでに伝説となっている。彼らのデビュー曲は、まるで爆弾のように社会に衝撃を与え、ファンの心をわしづかみにして話さない。 その大ヒット曲は26歳以下の若手アーティストたちの中でも際立っている。そう、私もその一人だ。彼らの楽曲を聴くと心が踊りエネルギーがみなぎる。まるで魔法にかけられたかのようだ。そしてファンたちの喜びの声がスタジオを包み込む。これぞまさに音楽の魔法。しかし、その魔法の背後には 彼らの努力と才能があることを忘れてはならない。スタジオからの賞賛がとどろき、SNS 上でのコメントが溢れ返った。女性ファンは平野くんのダンスに酔いしれ、男性ファンは岸くんの歌声に魅了された。その場にいなくとも、その興奮と感動は伝わってきた。彼らの歌は瞬く間にトレンドになり、音楽シーンに新たな息吹をもたらした。 しかし、一瞬の輝きの背後には何年にもわたる努力と準備があった。彼らは単なる偶然の産物ではなく、熱意と情熱を持って自分の夢を追い求めてきた。そして、その成功の裏には数え切れないほどの練習と犠牲があったことを忘れてはならない。また、彼らの成功は単なる個々の才能だけではない。それは彼らが所属するグループやスタッフ、 そしてファンの支えがあってこそ成し遂げられたものだ。音楽の世界は孤独なものではなく、共に歩む仲間との絆が力強さを生み出す。さて、成功の陰には常に新たな挑戦が待ち受けている。それは自分自身との戦いでもあり、時には他者との競争でもある。彼らは常に進化し続けなければならない。新たなる歌声、 新たなるパフォーマンスを求められる。そのためには常に新しい技術やアイデアを取り入れ、自らを刷新し続ける必要がある。この挑戦は騎士君にも及ぶ。彼の歌声の進化は目覚ましいものだ。異次元的な歌い方と正当派の美声。彼の声は進化し続け、時には全く新しい次元に至ることもあるだろう。そして、 我々は彼らの音楽の進化を見守り続ける。彼らの旅はまだ終わっていない。新たなる舞台、新たなる挑戦が彼らを待ち受けている。我々は彼らと共に歩み、彼らの成長と進化を喜び続けるだろう。これからも彼らの歌声が私たちの心に響き渡り続けることを願って。そして、 彼らの未来がさらなる輝きと成功に満ち溢れることを祈りつつ。あなたは彼らの音楽の進化についてどう考えますか彼らの新たなる歌声に期待することは何ですか音楽の世界での進化についてあなたの意見をお聞かせください。彼らの成功の裏には数え切れないほどの努力と練習がある。ダンスのキレ、歌の美しさ。 演技の繊細さ。すべてが彼らの努力と情熱の賜物だ。しかし、成功は決して簡単なものではない。挫折、失敗、そして努力の連続。彼らが辿ってきた道は険しいものであったに違いない。しかし、彼らは決して諦めなかった。困難に立ち向かい、夢を追い求め続けた。そして、 その結果が彼らのデビュー曲として形を成したのだ。それは彼ら自身の物語であり、またファンたちの心の物語でもある。彼らの成功はただ彼らだけのものではない。彼らの周りには支えてくれる人々がたくさんいる。家族、友人、そしてファン。彼らの成功は彼ら自身の努力だけでなく、 彼らを支える人々の努力の賜物でもある。彼らのデビュー曲の成功は今後の彼らのキャリアに大きな影響を与えることだろう。彼らはこれからもさらなる成長と進化を遂げ、ファンたちを驚かせ続けることだろう。彼らの旅はまだ終わっていない。これからも彼らの輝きはますます増していくに違いない。そして私たちファンは、 彼らと共に歩み続ける。彼らの音楽が私たちの心に響き、私たちの人生に彩りを与えることを願いながら。彼らのデビュー曲の成功は、まさに異業であり、伝説となるにふさわしいものだ。彼らのこれからの活躍に、ますます期待が高まるばかりだ。彼らの物語は、まだまだ続いていく。そして、 私たちはその一部であり続けるのだろうかそれでは、あなたは彼らのデビュー曲を聴いたことがありますか彼らの成功の秘密は何だと思いますかそして、あなたは彼らのこれからの活躍にどんな期待を寄せていますか考えると、ますますワクワクしてきますね。